第4回のロイス DS の性格報告会の開催にあたりまして、一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。情報システム研究機構長を昨年の4月から拝命しております、喜連川です。その前は情報研の所長をしておりましたので、情報系の先生方はご存知かとは思いますけれども、本日、成果報告会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。我が方の機構でございますが、局地研、情報研、統数研、遺伝研という4つの大学共同利用機関を束ねました、大学利用機関法人でございまして、これ以外にも3つ法人がありますが、4つ合わせますと、大体予算規模は、東京大学と同じぐらいと、逆に言いますと、でこぼこはありますけれども、1法人はその4分の1としますと、結構な規模であるというふうに言うことができます。大学共同利用という考えは、海外にはなかなかご理解いただくことって結構めんどくさい説明をしなくてはいけないんですけれども、情報システム研究機構がそのデジタルのパートをになっているということになろうかと存じます。2016年に、このデータサイエンス共同利用基盤施設、通称 DS 施設というものが、新しい組織として、既存の研究所とは独立した新しい組織として、設けられた次第であります。2016年ということは、今2024年ですので、約8年前ということですから、藤井機構長が私の前の機構長を務めになられましたので、そのもう一つ前ということで、ロス県の北川先生がの時代にこの DS 施設というものができたということになります。大学共同利用機関としてのロイスができましたのは、2004年ですので、できてから12年目にして、このデータサイエンスというものをフィーチャリングした組織ができたということになるわけです。データサイエンスというものは、ちょっとブームになってきたわけではございますけれども、もうだいぶ落ち着きを見せてきているかなと思いますし、実は私が、専門としておりますのは、データサイエンスではなくてデータエンジニアリングというものなんですけれども、その国際会議は多分今年でも30回以上重なっていると思われますので、データサイエンスもデータエンジニアリングも概念的には昔からあると思っても過言ではないと言いますか、データなしにサイエンスは動かないということは当然のことと思われます。さて、昨年末には DS の中に7つ目のセンターも設置したところでございまして、これからこの DS というものをどういうふうに発展していくかということは、昨年の4月以来、各研究所の所長の先生を中心としていろいろと議論を進めておりますので、またお楽しみにしていただければと思います。本日の成果報告会は第4回目になりますが、まず
最初に荒木施設長から、お話をしていただきまして、続きまして、7つの、先ほど申し上げましたように、7つの DS 施設のセンターから活動のご報告をさせていただきます。さらに第2部では、共同研究についてのポスター発表がなされると聞いておりまして、これはご報告では、DS 施設の活動の全体をくまなくご紹介できるものではもちろんございませんけれども、この事業の DS という事業の取り組みと、未来に向けた展望が期待できるような、いろいろなご意見を皆様から頂戴できればと思います。私もこのちょっと不勉強だったかもしれないんですが、この成果報告会というのは初めて出ますので、楽しみにしている次第でございます。本日18時過ぎまでの長丁場となりますが、皆様ぜひよろしくお願いいたします。私の聞いているところでは、後半は、スペシャルチャットを使うと聞いておるんですが、情報源でもやったんですけども、あんまりうまくいかなかったような気もしますので、あるいは、何でしたっけね、大学共同利用機関全体のシンポジウムで使ったりをしました。が、この辺に関しましては、また、この何しろ情報システム研究機構ですので、こういうツールの使い心地についてもフィードバックをいただければと思います。以上でございまして、簡単ではございますけれども、開会の挨拶とさせていただきます。